そうで始まりました。噛んだ。そうで始まりました。ムチチャンネルです。さあ、トイックの結果来ましたんで、6月のいくつでしたっけ？忘れちゃった。十何日？第354回。6月8日の、はい、土曜日のやつですね。今回から、正答率がつくということで、各パートごとですね。はい、の正答率がつくということで、そちら、きちんと見ていきたいんですけども、どうもですね、変だよ。おかしいよって声がいっぱい出てるんですよ。なんでこんな風に正答率合ってないんですけどっていうのがいっぱい来てて、で実際まあツイッター上とかにもねたくさん出てるんですけど、それ一体どういうことなのかっていうのも見ていきたいと思います。はい。で今まではね点数見て、でアビリティーズメジャードって言って正答率、項目ごとの正答率ってやつですね。でそれ見て、まあ大体パートいくつこんだけ間違ったんじゃないですかねとかっていう風に言えるっていうのが、今回から正答率つくんで、まあ全部見えんじゃないのっていうことなんですね。それぞれのパートで何問間違ってるかがわかるんじゃないのっていうんですけど、どうもやっぱ変だという声がすごく多かったんで、ちょっと見てみたいと思います。はい。ではまずテスト結果ですね、6月2の公開テストの結果はこう。なるほど。はい、こちらです。あら、985点。あらー、いたたたたたたた、ダメか。で、そうです。で、今回からこのほらデジタル公式認定証表示のとこを押すといつもみたいに見れるんですけど、アビリティーズメジャードとかね、あなたへのアドバイスっていうのがついたんですよ。で、このあなたへのアドバイスっていうのを見ると、一体どんだけそれぞれ間違ってたのかが見えるってやつですね。はい、こんな感じで、ああ、表示されますね、結果。で、正答率が最も高いパートはパート1、最も低いのはパート2でした。ん？ 100%、96%、97%、97% ってこと？リーディング。正答率が最も高いパートはパート5、パート6、パート7、最も低いパートはパート7の B でした。ん？ 96、97？ え？写真描写問題が 100%、応答96、会話97、説明97、穴目97、長文穴目97、一つの文章97、複数の96。おかしくね？ 985 点なんでこんな間違ってるわけないし。そもそもパート6って12問しかないわけでしょ？ 1 問間違ったら 97% になるわけないじゃん。なんじゃこのめちゃくちゃな数値は。ん？はてなはてな。まあ、ということで、多くの人がおかしいだろこの数値っていう風に言ってます。まあ僕も変だと思いますよ。絶対だ、そもそも985ってことはリーディングほとんど間違ってないはずなんですよ。ほぼほぼ合ってるはず、ほとんど正解してるはずなのに、こんな風になるわけないのね。リスニングもこんな風になるわけないですね。で、アビリティーズメジャード見てみましょう。はい、アビリティーズメジャードを見ると、はい、リスニングこう、わ195100100ということで、1問ミスですね、おそらく。はい、まあパート3がミスったよみたいなこと言ってた気がするんだよね。パート31個分かんなかったって言ってたんで、多分パート3だと思うんですけど、ほらだからパート2が一番低かったってさっき書いてあったけど、パート2全問正解してるわけですよ。だからめちゃくちゃでしょ。全部正解してんのに一番低いって出ちゃってた、あの数値何。続いてリーディングいきましょう。はい、最もおかしいでしょっていうのが、はい、こちら。あー、なるほどね。195、100、100、100なんで、まあおそらく1問ミスですね。で、この1問ミスも結局どの問題、まあパート7だろうけどね。具体的な情報って書いてあるから。ただパート7の A、シングルパッセージか、パート7の B、ね、ダブルトリプルのマルティプルパッセージと言われるものなのかが分かると思ったんですが、分かりません、結局。どれなのか。こんなんでいいの？え？それぞれ1問ミス1問ミスだったのに、パーセンテージだとまるでパート1以外は全部間違えてるかのようになってる。で、おそらくパート3 1問、パート7で1問なのに、この表示の仕方だと 1,2,3,4,5,6,7 7問は間違えてるような書き方なんですよ。おかしいじゃん。え？ 2 問なのに7問？めちゃめちゃじゃないですか。はい、2問しか落としてないのに、まるで7問落としたかのように表示されるようになった。これ意味ないじゃん、じゃあこの正答率一覧っていうの出すの。全然無意味じゃないですか。何のため。あれですね、テックス加藤さん、ほら、キンフレとか書いてる。テックスさん全問正解してたけど、100、100だったけど、リスニングもリーディングもね。このパーセンテージ全く同じです、僕のと。僕のと同じパーセンテージだったんで。何？満点というか全問正解してても 96% とか 97% って出ちゃうってこと？いや、デタラメじゃないですか、それって。え？全然参考にならないじゃん、こんなの。はぁ、あ。
はい、アドバイス。あなたのリスニングのスコアは495点でした。9つに分類されたスコア値のうち455から495のスコア値に入ります。日常生活やビジネスの場面での会話や話の理解において高いスキルを発揮する能力があると言えます。また正答率が最も高いパートはパート1で、最も低いパートはパート2。いやだが関係ないから。あなたの正答率を同じスコア値455から495のグループと比較すると目立って弱点や課題となるパートはありません。まあそうですね。次回の受験においても不用意な間違いをすることなく高いリスニングスキルを発揮できるようトイック選んだあるのリスニングセクションで正答率が最も低いパートの学習に集中して取り組んだり。いやだからさ、一番低いのパート2って出てるんだけど全問正解してるんですよ。日常的にテレビやインターネット上のニュースの英語に触れて文脈の中でこういう表現を増やしたりしてみましょう。はい、余計なお世話じゃいって言いたくなるけどね。はい、はい、リーディングの方。あなたのリーディングのスコアは490でした。9つに分類されたスコア値のうち455から495のスコア値に入りますと。日常生活やビジネスの場面での文章理解において高いスキルを発揮する能力があると言います。また正答率が最も高いパートはパート5、短文穴埋め問題、パート6、長文穴埋め問題、パート 7A、 一つの文章で、最も低いパートはパート 7B、 複数の文章でした。なんかもうお決まりの定型文に入れてるだけなんだね。あなたの正答率と同じスコア値455か495点のグループと比較すると目立って弱点や課題となるパートはありません。はい、次回の受験においても不用意な間違いをすることなく、はい、高いリーディングスキルを発揮できるようトイック L&R のリーディングセクションの正答率が最も低いパートの学習に集中して取り組んだり、日常的に新聞や記事、インターネット上のニュース英語に触れて文脈の中で語彙や表現を増やしましょう。なるほどね。何なんだろうね、これは一体。何がどうなってこうなってしまったのかわかりませんが、なぜこんな表示のされ方をするんだろう。まあ、わかんないです。まあ、この後ね、この練習問題を解くみたいなところがあって、練習問題もついてるんですよ。はい。だからそういうので解いたりすることができるんだよね。何のためにあるのかよくわかんないんだけど、まあ、ぜひ見たい方は見ていただければと思いますけどね。あとはまあ、トイックの770円の受験ができるっていうのがいいね。今やってますからね。そう、トイック申し込んだ、公開テスト申し込んだ人ですね。公開テスト申し込んだ人はその公開テスト前に770円でオンラインで2時間のテストですね、受けれる。まあ模試ってことですけど、はい、本物の問題で模試っていう感じだと思いますけど、それができるなんていうのも今トイックをやってますね。これでね、トイック受ける人がもっと増えるんじゃないかと思ったんだけど、この正答率で当てにならない正答率出しちゃったじゃん。これ何なんだろうね。アルゴリズム間違えてるってことなのかな。なんでこんな風になってるんだろう。なんでこんなめちゃくちゃな数値になってるんだろう。なんかほら、数値に詳しい方ぜひ教えてください。数学に詳しい方、なぜ全問正解してるのに 97% とか 96% になるんですか。この数値は一体どこからやってきたの。なんかが間違ってんだろうね。なんか1000点満点設定とかにしちゃってんじゃねえのって思うよね。なんでこんなめちゃくちゃな数字になるんだろう。はい、しかもなぜパート1だけは100と出るんだろう。この辺のことが全く分かんないですね。謎が謎を呼んでいます。ぜひね、コメント欄で自分はこうでしたっていうのを教えてください。何点で、でパートのやつこんな風に出てましたみたいな情報があれば、はい、そちらですね、見て分析したいと思いますし、まあ多分分析したいと思ってる方もいっぱいいると思うんで、トイックマニアの方々ね。なんでそういった情報をいただければ、はい、ぜひお知らせください。はい、ね、自分は何点ね、それぞれこう何点何点でこう出てました、でもアビメではこうなってたんでこれおかしいですとかっていうね。そう、アビメの見方のね、動画は出てますんで、そちら見てください。なんかアビメをさ、見なくてももういいというか、アビメ見なくてもそれぞれのパートをさ、わざわざ分析しなくてもどこ間違ってるかわかる、やったぜって思ってたのにさ、こんな変な数値見せられちゃったら困るよね。分析できないんですけど、皆さんはどう思われますか。ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、メンバーシップレベル2では、いろいろと、はい、トイック講座出てますし、トイックの復習のやつとかね、出てますし、あとはコース、はい、も出ておりますので、はい、キュータ先生がやっているトイックの解説のねコースとかもありますので、そちらも、はい、見ていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございましたね。 Thank you for watching。 納得がいかない、納得がいかないよ。